こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は eBay で儲かる商品を探す方法、これについてお話しします。Amazon でね、売っていて、Amazon 本体が参加してきちゃったとか、あるいは、結構儲かるんでね、これ eBay でも売れないかな、なんていうことで、eBay の価格を調査してくださいというのを、会員の方にお願いしました。そしたらね、eBay でありませんでしたってことで、まあ、ないわけないんだけどなと思って調べたんですけど、例えばですね、調べる際に、この商品名をそのまま全部フルコピーしちゃったり、ジャンコードで eBay でですね、アドバンスサーチ使ったり、このサーチ使って検索しても、ヒットしないことも結構あります。違うタイトルつけてるってことはね、よくありますんで、で、そんな場合はですね、タイトルをどん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 削ってってください。で、例えばこれで言ったらアクションベースっていう商品名ですから、まあ、アクションベースで検索するとか、あるいはディスプレイスタンドで検索するとか、そういうふうに落とし込めば、大抵はヒットします。というのもですね、eBay はもう日本の場合はですね、おそらく Amazon 輸出をやってる人の20倍ぐらいは eBay をやってます。そう考えると、eBay に出品されていて、Amazon で出品されてないってものは、結構あるんですね。でもその逆はあんまないです。Amazon に出品されてるけど、eBay で出品されてないってことは、まず滅多にないです。ということは、裏を返すと、eBay で売れてて、まだ Amazon にカタログない商品っていうのは結構あるわけですね。その商品を、まあ、eBay で、見つけてですね、で、アマゾンになかったらそれをカタログ作るというのは、まあ、商品知識があんまりない方とかの場合は、出てきた商品を、カタログあるかないか見るだけで済むんで、まあ、よろしいんではないのかなと思います。まあ、ただ、これ一つ注意点としては、ないと思ったけどアマゾンにもあったってこともしょっちゅうありますんで、なんかカタログ作ってて全然売れないなと思ったら、ご相談ください。実は、カタログの見つけ方が悪いだけだったかもしれないです。カタログ作るのがね、大変な方は、事前に確認した方がいいですね。聞いてください。これ、カタログないようなんですけど、ないですかねって聞いてもらえば、ないかどうか調べてありましたとかね、やっぱないですね、いい商品ですね、とかって形でお答えさせていただきます。そんな形で、今日は eBay でね、制約価格を調べてくださいってお願いしたら、まあ、ちょっと見つからなかったっていうので、商品探しの方法をですね、お教えする動画を作るつもりだったんですけど、まあそういえば、以前これに近い形で、レゴの売れる商品とか見つけてたんで、まあ Amazon 輸出でもですね、そろそろ無在庫で無意味にやってる人が増えてきたおかげで、まあ価格差が一見取りにくい商品が多いもんですから、いろいろな商品探しのバリエーションを増やしてもいいかなと思いまして、eBay で売ってる商品で Amazon にない商品を探す。このパターンも使えるなと思いまして、ご紹介させていただきます。ぜひやってみようという方はですね、確認しながら進めていってください。カタログ作りがもうお手のもんでですね、全然苦になりませんって方には、割とこれ効果的な方法です。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。